この力で走れるだけ走ってみるよ。早速いきますけど、皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、はい、大丈夫です。行ってます。ではですね、まず右手にこのアークキューブ持ってください。はい。あ、まあ別に持ち方は本当に何でもいいんですけど、これこそ想像力をですね、解き放って皆さん自身で本当にこれがかっこいいんだっていう思いを持ってやってほしいんですが、向きは？僕はいつもこの
アークの絵柄が書いてありますよね、はいはい、これを正面に向けて正面、はい、右手でボタンを押します。はい、親指のところにボタンが、親指のところにボタンがある、はいはい、こんな感じで押します。押します。押す。そしたらこのアークキューブ準備完了なので、左手に持っているアークアライザーをちょっと前に出して、ちょっとこの真ん中のちょっと空間が空いてるところにアークキューブを入れるんですが、これ入れるところが決まって、入れる向きがですね決まっておりまして、ここに幼き頃のゆうまくんが描いたであろう三角形があります。三角形。そしてこの持ち手側のこの面にもユーマが描いた三角形がございます、はい、のでそこをですね、ここです、合わせるようにしてこうやって入れていただくと、はい、合わせるように入れる。はい、そしたらまずアライザーを横に1回転、これ、回す方向もあるんですよ、はい、回す方向は時計回りです。時計回り、皆さん時計回りがわからない人はペットボトルのキャップを閉じる方向、分かりにくい、閉じる、どっちか、いや時計回りは分かるよ、あっこい、上から見て時計回り、上から、まあそんな感じで、あこっち、分からへん人おったちょっとボットボトルとか言うから分かんない、分かんないっす、奥に一番分かりやすい説明だと思ってで、同じように、はい、今度は縦に回すんですが、これも時計回りでですね、はい、ぐるんと回しましたらこれで準備完了です、はい、なので胸の前に持ってきて、はい、そして突き出します。ガーガー、おー、これでみんなウルトラマンアークに変身です。おーらー、わかりました、ありがとうございます。わかりやすい。そして今回ね、うん、舞台上での音声の都合上、まあ、はい、ゆうまくんの変身アイテムのみ音声が鳴るようになっております。はい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 、こっちかな、はいはいはい、これかもしれないな、はい、そういうことか、さっきからすごい鳴ってた音が。あ、僕、そういうことかもしれないな。やばいやばい。やばい。どうでしょう、音声。音声。大丈夫そうですか。はい。はい、ありがとうございます。覚えました、皆さん。うん、まあ僕ヒーロー作品得意なんで。はい、先輩。そうですね、はい。よろしくお願いします。じゃあひょっとして兄さん五人で変身ですよ。マジで？いやいや、怒られる怒られる。数えて、5人。5人で変身ですよ。ちょ、真ん中立ちますか？違うのよ。あ、なんか絶対に怒られるって。多分ね、どっちにも怒られる。どっちにも。やめとく。やめときます。40超えて怒られるの嫌なんですよ。はい、みんな、チェンジャー！ああ！なんか。もうそこしか使われないからやめて。ダメなのよ。まあ、はい、すみません。振りが悪い今のは。そんなわけで、はいはい、ご人で、はい、こうね、はい、息を合わせたい、タイミングを合わせたいので、はい、この劇中でこのアイテムをユーマに授けてくれた、はい、ルティオンっていう存在がいるんだ。はい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 、そのルティオンに掛け声をやってもらおう。おー、それは素敵なご提案ですね。ありがとうございます。冒頭のユーマくんの変身の時に流れていたあの声ですよね。はい。皆様ご準備はよろしいでしょうか。はい、はい、はい、大丈夫ですね。大丈夫ですか。それでは監督お願いします。お願いします。カメラ回りました。回りました。じゃあ行きます。はい、行きます。用意、はい、走れユーマ。想像力を解き放て。皆さんの渾身の変身ポーズに応えてウルトラマンアーク堂々の登場です。